最初のライダーがゼッケン4番水谷選手。ゼッケン2番さん、タイムのタイム1分29秒6。さあ、水谷選手がスタートしてきました。ノーシードレディースクラスです。この水谷選手からノーシードレディースクラスです。三重県の選手ですね。水谷選手は三重県の選手。マシンは VTR です。コメントには頑張りますという一言。さあ、思いっきり連回にしてコーナー曲がっていきます。ゼッケン4番水谷選手、続きましてスタートしていきましたので、ゼッケン3番つけてます。オンドラ選手スタートしていきました。ただいまのタイム1分35秒0。オンドラ選手は群馬県の選手。マシンが VTR です。マシンが VTR です。 C1 選手の方オーマップを開始してください。 C1 クラスの方、オーマップを開始してください。さあ、公式戦初参加です。C1 クラスの方オーマップを開始してください。昨年のチャレンジカップからモートジムカーの始めて1年と少しです。頑張りますというコメントを残しております小野寺選手。群馬県の選手ですね。ゼッケンは3番つけてる選手です。続きましてスタートしていきましたら、ゼッケン2番室伏選手がスタートしていきました。室伏選手がスタートしていきました。ただいまのタイム1分43秒3。